コルネリス・ド・ヘームは17世紀ネーデルラントの画家。当時を代表する生物画家、ヤン・ダビスデ・ヘームの息子である。コルネリスは1631年4月8日に内イデンで洗礼を受けている。父親の下で画家としての修行を積んだものと思われる。1660年にアントウェルペンの画家組合に加入している。 1667年から1680年代後半までは、ユトレヒト、アイジェスルテーン、デンハーグで活躍した。ドヘーム家は、生物画家を多く輩出しているため、どの作品を、どの画家が手掛けたのか特定が難しい場合がある。コルネリスの兄弟アンヤンスゾーンでヘーム、老いのヤンヤンス二世、息子のダビスコルネリスゾーンでヘームは花や果物を、題材にした。 同じようなスタイルの作品を残しており、共作も多いと思われる。しかし、コルネリスの作品は、比較的、小さく、強い色調の青が、特徴的で、後年になるにつれて徐々に、父親のスタイルとは違ってきている。ありがとうございます。